どうも、北山水泳です。今日はですね、前回は瀬戸くんとか小堀選手とかと、川本選手とかと一緒に勝負をした話をしましたけども、今回は僕、北山水泳と増田武史選手が真剣勝負をした話をしていこうと思います。というのもですね、まあ、ちゃんとした試合で真剣勝負をしたわけではなくて、テレビの企画で、真剣勝負をいたしました。僕は一応吉本の芸人でございますので、テレビとかにたまに出てるんですけども、今回ですね、僕が出演させてもらって真剣勝負をした番組っていうのが、吉本スポーツバトルっていう真剣勝負で大金星スペシャルっていう特番で、関西ローカルの特番で、真剣勝負をいたしまして、っていうのもまあ1対1の勝負じゃないんですけども、まあ、増田武史選手と吉本芸人がリレーを組んで、増田選手は一人で泳いで、で僕ら数芸人チームはリレーを組んで、真剣勝負をするっていう企画内容でございました。で、一応ね、予選会もありまして、誰がそのリレーを組んで勝負できるのかっていう予選会もありました。で、当時、まあ、僕とか、あとは 8.6 秒バズーカーとか、あとは、まあ、レイザーラモンさんのお二人とか、あとは、まあそうですね、まあ、もう中学生さんとかがいらっしゃいまして、全員で50メートルを泳いで、早かった順に上位6人でリレーメンバーを組むことになりました。で、近代で、その時は確か撮影しましたね、近代で予選会がありまして、で、山本隆さんもいらっしゃいまして、実は、その上位6人が選抜された後に、その上位6人にちゃんと泳ぎを教えるっていう場面もありました。なんで僕も山本選手に泳ぎを教えてもらってました。で、決戦当日ですね。決戦当日は、6人のリレーメンバーです。僕、北山水泳、そしてもう中学生さん、マスヤ・キートンさん、でレイザーラモン HG さん、そしてワッキーさん、で、ミサイルマン西大さんが、組んで6人でリレーメンバーを組みました。で、勝負内容はと言いますと、200メートル個人メドレー、増田選手が200メートル個人メドレーで、で、僕ら芸人チームが全員フリーで、リレーを組むことになりました。で、僕が先頭、僕が1泳で、50メートル自由形を泳いで、で、他の選手が、4名が25ずつ泳いで、最後ワッキーさんがラスト50メートルを泳ぐっていう構成でメンバーを組みました。で、リレーが始まりますと。僕1泳 で、ちょっとね、僕も一応番組から水着を支給されてまして、なんか、でも番組からもらった水着が、あんまりそのいい水着じゃなくて、公式の試合出れるような水着じゃなかったんですよ。なんで、僕はそれを懸念して、番組側に、ちょっと自分で持ってきた高速水着履いていいですかっつって、高速水着持ってきて、ミズノの GX ソニック持ってきて、で、その後に、まあ、毛も全部剃ってましたね。もうマジでガチで勝とうと思って。で、行きました。第1泳僕です。で、増田選手はバタフライ。で、僕が自由形。で、飛び込んで、で、タッチしました。で、これね、僕がね、ギリギリ勝ったんですよ。僕がギリギリ勝利してタッチして、増田選手がバックに移行しました。で、そっから、まあ、どんどん引き継いでいって、で、最後、ワッキーさんのアンカーに移った瞬間に、マジで増田選手と芸人チームの差が25メートルであったんですよ。25メートル差で僕ら芸人チームが圧勝してまして、これ大丈夫って、これ番組的に大丈夫、面白くなるってなる感じで、で、ワッキーさんも普通に泳いで圧勝しましたね。これ圧勝しちゃったんですよ。で、まあ、普通に考えて、2個目 VS 50と25、25、25、25、50のリレーチームのフリーで、勝てるわけないじゃんと、なりました。これ勝てるわけねえなってなって、で、後々聞いたんが、その松田選手も、その時引退してました。で、引退してから、ほんまに1年、ちょっと、経ってて、かつ、松田選手も、そこまでその水中トレーニングをしてない状態だったんですよ。なんで、ちょっと、きついと。で、これは、そのテレビでは言ってませんけども、その、ほんまに練習してへんとは言ってませんけども、そういう状況だったんで、ちょっときついと。で、これはさすがにと。しかも、増田選手って、コンメ
別に専門じゃないしってなって、で、マサ選手が結局、いや、ちょっと待ってと。俺コンメ専門ちゃうし、そもそも、ちょっとフリーで勝負しませんつって、よし、わかりました。つって、で結局最終的には、4人、リレーメンバー4人、吉本チームから4人のリレーメンバーと、で、マサ選手で、100メートル自由形、1振りの勝負をするってなりました。で、最終的に1振りの勝負になって、僕が1へ任されて、で、始まったんですけども、やっぱりね、もうね、フリーで勝負したらね、負けますね。僕も25しか泳がへんかったけども、圧倒的に、入りの25で負けちゃいました。で、100のフリーの方は、マサ選手がもう圧倒的に勝利して、僕らの負けということで。まあ、最終的には勝敗的には1勝1敗ですけども、まあ、負けということになってしまいましたね。で、マサ選手に後から聞いたら、もうやっぱりね、その引退して1年ちょっとしか経ってないのに、1年ちょっと引退して経ってんのに、練習も全くせずに、2個目マックスで泳いで、その後、間髪入れずに、1振りマックスの余分は、もうマジできつかったって言いました。マジでもう頭フラフラしで、きつすぎますって言ってました。これはそうよね。ブランク1年あって2個目マックス、1振りマックスってもう退入さんの練習だからね。こんなんは用しませんわ、僕は。で、これ一応2016年の番組なんで、僕も引退してから1年ぐらい経ってたんですけども、にしてもね、マスター選手はやっぱり早かったですよ。本当にさすがでした。泳ぎもね、当時ともう全く変わってませんでした。スマートな、ダイナミックな泳ぎをされてました。で、この時やったかな、マスター選手にちょっとお話しさせてもらってて、僕も憧れの選手なんで。で、お話しして、マックス1日で一番距離泳いだんって何キロですかって聞いたんですよ。で、僕は当時、マックス、1日でマックス泳いだんが21か22キロやったんですけども、マサさんは、1日でマックス30キロは泳ぎましたって言ってましたね。しかも30キロ別にちゃんとその最後までいいタイムで泳ぎ切ったみたいです。さすがっすね。オリンピアンは。違いますね。はい、以上が、マサ選手と真剣勝負をしたお話でございました。いや、これは僕にとっても非常に変えがたい思い出ですね。もうこれは一生語り継ぎます。はい、では今回は以上になります。またなんかね、なんか話してほしいなってことあれば、ぜひぜひ教えてください。今回以上になります。あっしゃ。